皆さんこんにちは伊藤塾塾長伊藤誠です受験生の皆さんへのメッセージ第116弾になります、まあ、今日は2022年2月25日なのですがあ、まあ、日本ではコロナ禍の中で亡くなる方が第5波よりも増えた、まあ、そんな報道がありますピークはちょっと超えてきたかなというところなんですがまだまだ油断できないさまざまなところでいろんな影響が出てしまっているそんな状況です そんな中でご承知のとおり、ウクライナに対してロシアが軍事侵攻すると、まあ、戦争が始まってしまいました。昨日から様々な形で報道されているところですよね。で、これ防衛省が発表しているもの、まあ、ホームページなんですが、そこで、まあ、欧州全域におけるロシア軍の活動状況、それが書いてあり、さらにロシア軍によるウクライナ侵攻の状況というのが、 ーまあホームページというかなその防衛省の発表のところにこありますで、えー、まあいわゆる2つの共和国まあウクライナから独立したあとそれを承認した2つの共和国からの支援要請に基づいてプーチン大統領はまあ軍事特別軍事作戦の開始に関する声明というものを昨日24日に放送しています。ウクライナ領領の占領は計画していないな と主張すすするるんですがただあ武装解除するウクライナ武装解除する、まあ、そんなふうに発言していますでロシアの国防省はロシア軍が精密攻撃兵器によりウクライナの軍事インフラ防空部隊軍用飛行場空軍を無力化する作戦を実施すると、まあ、そんな発表があってということなんですね でまあ、このウクライナの東部のドネツク州ですとかルガンスク州ここを独立をさせて、まあ、ある意味ではそこに傀儡政権を樹立するでそこに平和維持の部隊を投入するでいわばその独立を支援する。 というよりも、まあ、その平和の維持のためだということで、まあ、軍隊を派遣しそして、矢継ぎ早にウクライナの軍事施設それを攻撃をするわけなんですねまさにこの動きというのはちょうど私満州事変のところと同じだなと1931年満州事変が起こりそして翌年32年にはこう満州国を設立するわけですよねそういう傀儡政権を作って、まあ、独立させてでそこを支援していく。 でそこに関東軍軍隊を送り込んでということですから、まあ、軍事侵攻の一つの手段として日本もかつてやったと同じようなことが今、この時代にロシア、ウクライナで行われている。 それは本当に衝撃的ではありますし私たちは遠く離れたこの極東においてテレビだとかネットのニュースなどで見るだけなんですが現地では本当に大変な状況日々の人々の生活がそこにあるわけですから全くそれが一変してしまうようなそんな戦争に巻き込まれてしまっているそんな状況です。でもちろんここででは自衛の名目で、うん まあ、一緒の先制攻撃をロシアはしたというわけです。まあ、これは明らかに国際法違反なわけですね。国連憲章違反、にほかなりません。戦争は違法であるという、その、まあ、基本的な国連憲章に違反した、そういう攻撃ということになります。で、敵基地の攻撃。 敵基地攻撃能力を高めるんだ、今日本でもそんな議論がなされていますが、まさに敵基地攻撃能力というのは、こういう敵の防空施設だとか、さまざまなミサイル基地だとか、それをある意味では先制攻撃で叩き潰す、そういう能力も日本も持とうということを今一生懸命準備し、えー、ついこの前通ったばかりの予算で6兆円超える過去最大の軍事費用、日本でも、えーまあ、準備、それによって、 武器等を準備しながらその能力はアメリカと一緒になって、まあ、その力をつけていこうとしているわけなんですね、うん、そういったことが果たして効果があるのかどうなのかそういうことも含めて、うん、しっかり考えなければいけない場面なのかなと思いますだからプーチン大統領は KGB として活躍をした時にベルリンで東ベルリンでベルリンの壁の崩壊そして、まあ、その冷戦時代その後 の非常に厳しい時代をこう経験しているわけですよねですからそのベルリンの壁の崩壊というものを見た時に、うん、私の思う思いとは全くまた違った思いを持ってそれでロシアの国の運営をしているというところでしょう私はあのベルリンの壁の崩壊の時に壁の向こうに友人や仲間をつければ壁は壁でなくなるという言葉を聞いてあそういうことなんだというふうに思ったんですねであの壁絶対なくならないなくいと思ったんだけど うんまあなくなることもある、世界は変わることがあるんだというような思いを持ちましたですが、やっぱり変わりたくないという人たちも一定範囲でやっぱりいるんだということもまた現実、確かなんだろうなというふうに思うんですねであ,のあと、まあ、NATO は拡大しないという NATO 側の軍事同盟の約束をむしろ西側諸国が破っているじゃないか。 だから、特にウクライナが、ね、NATO に加盟などしてしまったらとんでもないことになるだから、うん、ロシアとしては自衛のために、うん、そのウクライナの武装解除をするんだ、まあ、こういう名目なわけですよねまさに軍事同盟というものがどういう意味を持つのかということもいろいろ考えさせられる今回、事案かなと思いますウクライナはまだ NATO に加盟していません。なのでアメリカは 軍事同盟の同盟国を助けるという義務を負わないものですからそこに積極的に出ていてロシア軍と戦うということは今はしていないわけで武器の提供ぐらいにとどまっているということになります。 ですからウクライナが NATO 軍、アメリカとのまた西側諸国と軍事同盟に加盟してないからやられてしまったんだやっぱり軍事同盟は重要じゃないかとしっかり軍隊を持ってねアメリカや西側諸国と軍事同盟で強いそういう軍隊を持っていないとだめなんだという、まあ、思いを持たれる方も一方でいると思います。他方でではいいいやいやそそそもそもにに加盟ししたいといったとととっこころろからロシアにしてみればば自分ののすぐそばのところまで いわば対立する国々の軍事施設が軍隊が来てしまうでそこでそのウクライナをいわばあ,中ある意味では中立的な干渉地帯にするのではなく NATO に入ってしまっているということになるとそれは困るんだだから自衛のためだとこ言っているわけですね言葉を変えればウクライナが NATO に加盟したいと言っているがゆえにまいわば攻撃を受けてしまったすなわちその強い国と一緒に軍事同盟を組むことによって むしろ攻撃の口実を与えてしまうことになったんじゃないかとそういう見方もあるだろうと思いますですから、本当にこれ難しいところで軍事同盟ちゃんと結んでないからやられちゃったんだいやいや、軍事同盟結ぼうとしたからやられちゃったんだということで両方の評価が、まあ、見方ができるところなんですね。なので さあどういう見方をするのかそれぞれの論者によってえまあこの軍事同盟の評価やその見方が違うということえまあ法律家的な観点からすれば両方の立場のからまあそれを考えてみるということがまあ大切なことかなと思うんですね。あともう一つはあれですねチェルノブイリが 制皆さんあまりご記憶ないかもしれませんけれどもチェロノブイリの事故の時に本当にヨーロッパの友達たちは大変な思いをしていました特に牛乳がもう飲めないんじゃないかとかいろんな影響があって。 だったんですねそしてまたいろんなもちろんですが被害が生じましたそのいわば核施設そこが制圧されてさらに稼働している原発が15ぐらいあるんですかねそれが攻撃されたりしたら大変なことになる、まあ、日本でもあの3.11の東日本の大震災のところで なあのように福島第二原発の事故が起こったわけですで、えーまあ、そんなことを踏まえながら私たち安保法制違憲訴訟をやっているんですがその中でやはりこのうん原告の方の中には、ね、その原発の設計者の方もいらっしゃってやっぱりこの原発、原子力発電所というものが何か武力攻撃の対象になったら、まあ、それは何か、ね、ミサイルだとそんなのいらないと。 うん、もうとにかく電線を切ったりだとか、ね、え水だとか電気が来ないようにすればもうそれだけで、うん、やられてしまうんだ,とだ非常に危険なんだと原子炉を持っているというのは、まあ、それこそ原爆を抱えているのと同じくらい非常に危険なことなんだという、まあ、そんな話を。 この安保法制の訴訟の中で現行の方証言してくださったんですけれどもまさにそういう危機的な状況それがこのヨーロッパ、ウクライナーのところで、まあ、今、起ころうとしているこれも本当に恐ろしいところかなと思いますロシアは核兵器があるぞこれをちらつかせてアメリカなどに攻撃を抑止しているんだという、まあ、そういう言い方もできますよねですが核兵器の戦争になってしまったら大変なことになる ウクライナがさて核兵器をちらつかせながらこう進攻してくるそれに対してじゃあアメリカはあれだけの世界最大の軍事力を持ちながら対抗できるのかと核兵器で対抗するのかそれはまあ現実的には難しいわけですよねそうすると軍隊を持っていることによって相手の軍事力に対抗するというまた抑止するということが本当に可能なのかどうなのかそんなことも考えなければいけないに核に対しての核。 っていうものがないと結局抑止力にならないよねということうん。ですからその核保有国に対しての抑止力もし言ったのならば自国も核を持つそしてそれをしかもその使う核がないとこれ抑止国にならないんじゃないか。うんでも今これからの時代。 果たして日本が核を持つこと、核兵器を持つことなどはできるんだろうかと、まあ、とても無理だろうと思いますがそういうことも、うん、その核の時代、核兵器の時代における日本の安全保障の在り方ということもやはり考えていかなければいけないそんなもの、まあ、題材なんだろうなと思うんですね。い、うんまあ、いろいろ軍事的な 難しいで話もあるかもしれませんただ、何よりもやっぱり戦争というのは一人一人の国民、市民の人生をまるで狂わせてしまうことになりますウクライナからの難民がまたヨーロッパにずっと押しかけてくるポーランドも大変でしょうしそれを受け入れる西側諸国もまたこれ大変なことになりますもちろん、そしてこの日本の中で生活をしているロシア人の方もウクライナ人の方もいらっしゃるわけですよね。ですからあこういった 戦争武力の行使によって何か物事を解決しようというのはやはり根本的に私は違うんだろうなと思っていますじゃあ何ができるということになるとそれはそう話は簡単ではありませんただこの武力の行使戦争というものがどれだけの被害をもたらしそして人々の生活を一変させてしまうものなのかそこに想像力をしっかり働かせることそれはとても大切なことなんだろうと思います 遠く離れていると何かねこう、うん、映画の中のようなドンパチやっているような、うん、そんなイメージをつい持、そんな印象を持ってしまいますが実際には、うん、大切な人の命が奪われていくそして、そこの兵士があいろんな意味で、うん、PTSD 等も含めながらあトラウマに苦しめられて帰還した後とも、ねうん、帰った後も本当に苦しんでいくそういう戦争だぞということです。 そしてもう今日はサイバー攻撃だとか電磁波攻撃だとか正しい戦争の仕方になってますからそういう意味で安全保障というものに対してどう向き合っていくのか単にアメリカと軍事的な一体化をますます進めていけばそれでいいというわけではないだろうということは まあ難しいんですけどねしっかり本当に考えないといけないんだろうなと思いますえただできるだ早くというかな本当にロシアがこの軍事侵攻を止めて一人でもその被害が減る戦争によっては何も解決しないということをきちっと 軍事的な、まあ、そのきちっと私たち自身が教訓としてそれをさらに生かしていかなければいけないんだろうというふうには思います最後はやっぱり力だよねというそういう世界やそういう社会はやはり違ういくらきれい事だと言われようがやはり軍事力に頼らないそういう国づくりをしていくということは私は必要なんだろうなというふうに、まあ、こういうものを見ても思います。 ただ、全然別の観点なんですけどねプーチン大統領18年間ですかねこの長期政権権力が一人に集中ししかもその一人の権力が長期間続くということがやはりこれは、うん、いろんな意味で弊害があるし、うん、人間は完璧じゃありませんからね完全ではないわけですから、うん、やはりこの長期政権そして一人に権力が集中するということの恐ろしさそれもまたまざまざと見せつけられているそんな気がします。 大国の狭間にあるポーランドもそうでしょうしウクライナもそうですよね大国の狭間にある国というのは本当につらい立場なんだろうというふうには思いますなので、まあ、日本がそうならないように朝鮮半島や日本が大国の狭間として苦しむことがないようにこれからのこの国の舵取りも私たちは主権者一人一人が何を思い何を考えどう発言しどう行動するのかそれによってやっぱり変わっていくんだというその根本 主権者国民が重大思決定はするものなんだということをそこもまま忘れてはいいいけないなと思います今日はというか今週は、ね、実は他にもいろいろ、例えば53条の東京高裁の判決が出ましたどうしても、ね、とんでもない判決だったんですけどねその話もしたかったですしそれから一人一票の裁判のところで、まあ、一応今、今6勝7敗かな。 あのところで、えーまあこのあと、えー、広島高裁がありますがそれで言、えーまあ、ブ分になるかそれでも勝ち越すかというところでちょっとだけほっとしているところであるんですがちなみにドネツク州の独立の国民投票 でそこでは1人が2票投じてたなんていうねそんな報道もあったりしました1人2票、それはないでしょう国民投票でと、まあ、私たち批判しますがなんと昨年の総選挙のところでは、うんね、2倍を超えるでそういう選挙簡単に言えば1人2票投票してた同じだねというそう、まあ、評価されてもやむをえないのところが29もあったわけですよそれが日本の現状です。まあ、日本は決して民主主義の国でも何でももない そういったロシアとかウクライナのドネツク州の独立だとかそんなことをそんなもん民主主義じゃないぞと言って批判できるほどま共な国ではないんだということもやっぱり知っておかないといけないだろうなと思いますそして、また来週なんですが3月2日には岡口紀一裁判官の弾劾裁判の第1回の裁判が行われるんですね。 私も法廷で弁護人の意見を述べるという役回りではあるのですが、まあ、これについてもお話をしたかったんですがちょっと今日は時間がないので、えー、来週に譲りたいと思っていますまた5月、えー、と3月3日には宮本から君へ今までも何回かこ、ね、これも紹介してましたがその裁判の東京高裁の判決が出ますですから来週も、えー、またちょっと、ね、その弾劾裁判の様子だとかその判決のことだとか またこの前のひどかった53兆の判決の話だとかあとは大阪高裁であれです、ね、その強制不妊の,、ね、その判決これはもう本当にいい判決が出たなと思うんですがいろいろと司法の世界憲法の世界でも動きがあったりしますのでまた次回のところで、ね、それらを少しお話をしたいと思っています。 さて、えー、っと各受験生の皆さんへというところですが、小試験、受験生の皆さんへはもう、うん、予備試験に向けて、えー、本当に頑張っている、小試験に向けて頑張っている、そのま最中だろうなと思います、えー。昨年から勉強を始めた皆さんの保護者の方に保護者会、それを実は先日やったんですね、えー、学生の方、保護者の方、ご家庭のご家族と皆さんで、まあ、一緒にね、 この試験は頑張っていくという,そういう側面もあるものですから保護者の皆さんに分かっていただきたいことそんなことをまた試験制度がねこう変わってきますからそこのお話を実は先週、保護者会オンラインなんですけどねやりました。さらにえ もっと前のね、皆さん私、少子圏の受験生の皆さんには、あまあ、大昔の話なんですが、大学受験が、まあ、そろそろというかな、その全期の試験、国公立の大学の全期の試験だとかね、そういうところもあったりします,ですまあそんな中でうん、この大学入試が終わった後入学。 までの間というのはとても重要な勉強のタイミングでもありますから一歩先を考えるという観点で法律を使った仕事というのはいろんな魅力的な分野がありますからそれについてもねぜひいろんなガイダンスもありますし私の講義も基礎マスターという本格的な講義がこれは3月の8日から始まるんですね憲法が本格スタートしますのでこの大学合格号を考えるという意味でもねぜひね まあ、試しにちょっと講義を聞いてみたり参加してみていただけると嬉しいなと思っています公務員試験の受験生の皆さんへなんですが、えーまあ、来年の国家一般職だとか超公務員の受験を目指す皆さん対象にこの春から始める学習計画これを特別講義として実施をしています試験対策とはどの時期に何をしたらいいのかまた夏のインターシップなどをどんなふうにいわ、えーまあ、ばあ、ね、活用しどんなふうに参加したらいいのか また、民間就職、まあ、就活を、ね、考えている皆さんに、そういうさまざまな業種を調べたりだとか、自分はどこが向いてるんだ、そんなことを考えることもとても重要です、業界分析の基本、それと、それはかなり部分が公務員試験対策と重なるところがあるんですねで、そんな話をさせていただく場がありますので、新3年生のための 公開セミナーこれがあります、えー、オンライン相談もやってますので、ぜひ、えー、関心を持っている方は、参加していただければなと思います。それから司法書士の受験生の皆さんへはノートの紹介ですね、今日も、えー。公開模試を受ける回数についての紹介ということで、えーまあ、公開も4月からね、これが本試験に向けて、4月からいろんなあ、まあ、直前期ということで、えー、公開模試。 これが始まりまりすでこの公開申しを受ける回数たくさん受ければ受けるほどいいんじゃないですかなんて声も聞いたりしますがいやいや、そんなものではないですよということなんですね。 でまあ、基本的には伊藤塾が行うプレ模試などか全国公開モシ、まあ、それで十分と思いますが問題はその受け方、受けた後えそれをどう活用するかそこがとても大切です決して家族を受ければそれでいいというわけでは全くありませんから伊藤塾で実施するものでもう基本的には十分と思ってくださいただ、その受け方をしっかり意識しながら注意をしてということです。でそこで高橋講師が 公開模試を受ける改正について記事を書いてますので、えー、ぜひね、読んでいただければなと思います。で、3月にはプレモシありますから、あそこに向けて、えー、ちょっとね、そこにピークを持って、一旦は仮にピークを持っていくように調整して、頑張っていただければなと思います。はい 行政書士の受験生の皆さんへというところですが先日、行政書士は憲法という講義をさせていただきました、まあ、2時間半ばかりもともとは2時間という、ね、計画だったんですがちょっとこういう状況なものですからお話ししたいことが増えて2時間半の枠でお話をさせていただいたんですね。うん まあ行政書士の受験生にとっても、そして合格した後の実務家になる上でも法律家ですから、憲法がいかに重要なのか、そんなことも含めながら、私の考えているところ、合格を考える理念を持った法律家として活躍をしていただきたいということで、まあちょっとお話をさせていただきました。それからあ3月1日 ですね、来週の火曜日になりますかね、18時に受付開始の行政書士合格講座の即終戦、これが始まります、この即終生というのは、あまあ、坂本講師による約半年間で習得できるカリキュラム、まさに即終なんですね、ですから相当メリハリをつけながら、もう一気に合格まで持っていくぞというところなものですから、ぜひ、うんまあ、小学生から、ね、一発合格者、本当に超多忙な社会人まで、いろんな方が、 この坂本講師の講義を受けて合格されていってますのでその、えーまあ、案内、ガイダンスもあるかなと思いますのでぜひこれもお参加していただければなと思います。まあ、ちょっまというわけで、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻自衛の戦いだと言っていますがどんな戦争も自衛を名目にするんだなということは本当によく分かりますよね。 言い換えれば侵略戦争を放棄しますとか侵略戦争を禁止しますといっただけでは実は何の意味もない日本のように自衛の戦争すらしないということを明確に打ち出す、まあ、本当に大変なことなんですがでもそれを日本国憲法は9条はまさにそれを言っているわけですよね侵略戦争のみならず自衛のための戦争も一切の戦争は放棄しますという趣旨が9条特に2項なわけですからその意味を改めて まあ今回のウクライナへのロシアの,、ね、その軍事侵略のところを見ながら考えさせられました、まあ、冒頭でいろんなことをお話をしましたからね一方の立場からの考えに対して反対の立場からも考えてみるそして自分の頭の中でこうディベートをやってみるとか、ね、こう議論をやってみるなんていうのは考える訓練にとってはとても意味のあることかなと思っています。 ただ、私たちはこんなふうに考える訓練頭の体操みたいなことを、ね、のんきなことを言っていますが現地では本当に爆弾が飛んできて多くの方が亡くなったり手足が吹きん兵士の、ね、手足が吹き飛んだりだとか大変な凄惨な現実がそこにあるということそして、一人一人の人生をまるで変えてしまうということその現実に対する想像力それも決して忘れてはいけないことかなそふうに思っています。 えそれではまた1週間元気に頑張っていきましょう。今日はここまでにします。